ブラッドリー・エマニュエル・ビールは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身のプロバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ポジションは、シューティングガード。ミズーリ州セントルイスのチャミネード大学附属高校に入学し、2010年のフィバアンダー17、世界選手権に、米国代表として出場し、平均18得点を挙げて、優勝に貢献した。 最高学年では平均32.5得点5.7リバウンド2.8アシストを記録し2011年ミズーリ州のハイスクール最高選手に贈られる賞を受賞した。また2011年ゲータレードプレイヤーオブザイヤー賞も受賞した。2009年11月30日フロリダ大学のスカウトでアスリート奨学金を得て入学した。 ビリード・のバンヘッドコーチの元ゲーターズで2011-12シーズンをプレーした。デビュー戦では14得点を挙げ、11-21から11-28に平均8.5得点、7リバウンド、2アシスト、1.5スティールの成績を残し、ライトステート大学とジャクソンビル大学に勝利した。SEC オールフレッシュマンファーストチームと、オール SEC ファーストチームに選ばれた。 2012年4月13日、進級せずに2012年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2012年6月28日、ワシントン・ウィザーズに一順目全体3位で指名を受け入団を決めた。ビールはアレン・アイ・バーソンのファンであったことから、背番号3を選択した。2012から13シーズン2013年のニューヨーク・ニックスとの試合でのビール。 2013年の NBA オールスターゲームでは、ライジングスターズチャレンジ戦に選ばれた。2013年4月3日、残りのシーズンを足の故障により欠場することを発表した。シーズン終了時56試合出場であったが、NBA オールルーキーチームのファーストチームに選ばれた。NBA ルーキーオブザイヤーの投票では3位に入った。 2013から14シーズン2013年11月10日、オクラホマシティサンダー戦でキャリアハイの34得点を挙げ、同シーズン中のメンフィスグリズリーズ戦で37得点で更新した。2014年の NBA オールスターウィークエンドの NBA スリーポイントシュートアウトではマルコ・ベディネリに次ぐ準優勝を果たしている。2014年のプレーオフではファーストラウンドで シカゴブルズをアップセットで下したものの、セミファイナルでインディアナペイサーズに敗れている。2014から15シーズン2014年のニューオーリンズペリカンズとの試合でのビール。2014年10月11日、ビールはシーズン開始前に MRI 検査を受けた結果、左手首の修上骨の疲変異骨折が明らかになり、 その後手術しシーズン開始から6週間から8週間は試合に出られなくなった。怪我でシーズンの最初の9試合を欠場した後、11月19日のダラスマーベリックス戦にてシーズンデビューを果たした。ベンチから26分間の出場でチーム最高の21得点を挙げ、3リバウンド3アシスト1スティールを記録したが、チームは102から105で惜しくも敗北した。 2015から16シーズン2015年11月4日のサンアントニオスパーズ戦にて第4クォーター残り0.3秒で勝利を決めた3ポイントシュートを沈めビールはゲーム杯の25得点を記録しウィザーズを102から99で勝利に導いたしかしビールは11月中旬に肩の負傷で3試合を欠場12月11日から1月11日の間に 右下手の負傷で16試合を欠場など2015から16シーズンは怪我に悩まされたシーズンを過ごすこととなった。2016から17シーズン2017年のクリーブランドキャバリアーズとの試合でのビール。開幕前の2016年7月26日、ウィザーズと5年1億2800万ドルのマックス契約で契約延長に合意。 11月21日のフェニックスサンズ戦では自己最高の42得点を記録した。2017から18シーズン2017年12月5日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では自身最多の51得点を記録。自身初の NBA オールスターゲームに選出された。このシーズンはジョンウォールが41試合に欠場する中、いずれも 自己最高の4.4リバウンド4.5アシスト1.2スティールを記録。2018から19シーズン自身初を含む2度のトリプルダブルを記録。シーズン2度の40得点以上のトリプルダブルは、オスカー・ロバートソン以来史上2人目の快挙であった。このシーズンもオールスターゲームに選出され、ジョン・ウォールが50試合に欠場する中、リーグ1位の36.9分でいずれも、 自身最高の平均25.6得点5.0リバウンド5.5アシスト1.5スティール0.7ブロックを記録。2019から20シーズン2019年のビールと、八村類開幕前の2019年10月17日、2023年夏までの2年7200万ドルで契約延長した。12月28日のデトロイトピストンズ戦で欠場し、 連続試合出場が194試合で途切れた。2020年2月26日、前日の53得点に続き、この日も自身最多を更新する55得点で、2007年のコービー・ブライアント以来史上6人目となる2日、連続での50得点を達成した。3月にシーズンが中断するまでに平均30.5得点でジェームズ・ハーデンに次ぐ2位である。 2020から21シーズン2020年12月11日、ジョーダン・ブランドと契約した。2021年1月6日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦にて、キャリアハイとなる60得点を記録したがチームは141から136で敗北した。2021年2月18日、2年ぶりとなるオールスターゲームに選出された。 ビールは、幼馴染みであるジェイソン・テータムと共に、チームデュラントのスターターに選ばれた。ありがとうございます。